それはね、みんなが将来ぶち当たることになるかもしれない人生の分かれ道だよ。それ以外にもいろんな局面でみんなは必ず否定され傷つけられてしまうけど、どんな時も自分だけは見失ってはいけないよ。お兄さんの大好きな良い子っていうのはね、良いパンチを隠し持った強い子の役だからね。